デイビッド・ピースは、イギリスの小説家。犯罪小説を、主に執筆している。1994年以降、東京在住。1999年に、1974、ジョーカーで、作家デビュー。2003年には、イギリスの文芸誌、グランタで、若手イギリス作家ベスト20に選ばれ、2004年には、第4長編。 ギガバイト84で、ジェームズ・テイト・ブラック記念賞を受賞した。ジェームズ・エルロイ、ジム・トンプスンらの暗黒小説に傾倒し、H.P. ラブ・クラフトやダザイ・オサム、芥川龍之介泉ュ花など古典文学からも影響を受けている。1967年、イングランド北部のヨークシャーに生まれる。自身の著書の中では、あまり幸せと言える、幼少時代ではなかったと述べている。 また、サッチャー政権時代の後輩と、1970年代後半に発生した、ヨークシャーの切り裂き間事件が自身に暗い影を落としたとも回想している。マンチェスター大学を卒業後、1991年からトルコのイスタンブールで語学を教えた後、1994年に英語講師として来日。東京の新小岩の小さなアパートでデビュー作。 1974ジョーカーを書き上げた。この作品を第一作とする、ヨークシャー4部作は日本では2001年から2004年にかけて、早川ミステリ文庫で刊行された。2003年には、イギリスの文芸誌、グランタが10年ごとに選出している若手、イギリス作家ベスト20に選ばれ、2004年に発表した、ギガバイト84ではイギリスで、 最も伝統ある文学賞であるジェームズ・テイト・ブラック記念賞を受賞した。2006年発表のザ・ダーム・ド・ユー・テドは2009年にマイケル・シーン主演で映画化された。2007年、戦後の日本を舞台にした東京三部作の第一作として、小平事件を題材にした東京イヤーズロを発表。2009年には、 定銀事件を扱った第二作、占領都市東京イヤーゼロ通を発表。2021年、戦後最大の怪事件下山事件を昭和の黄昏まで追う完結編、東京リダックス下山迷宮を刊行また、2018年に、芥川龍之介の生涯を実験的な作品として描いた、X という患者龍之介幻想を発表。2009年に、 一旦イギリスへ帰国するが、2011年にイギリスでの執筆が難しいことを理由に日本に戻る。これ以降は、毎年、東京大学現代文芸論室で英語による創作等を教えている。東京イヤーゼロはこのミステリーがすごい。で、第3位、週刊文春ミステリーベスト10で、第5位、占領都市東京イヤーゼロ2はこのミステリーがすごい。 で、第2位。詳細は、ヨークシャー4部作を参照のこと。ありがとうございます。